1991年6月6日、モスクワ、チェルノートン研究所、謎の大爆発。当時、密かに開発中であった細菌兵器、ルシファーアルファが大気中に漏れるバイオハザードが発生。上昇気流に乗ったルシファーアルファは、東欧諸国、ユーラシア大陸の約 80% を壊滅。この時、世界の半分が死滅した。この史上最大のバイオハザードは、後に大惨事と言われる。しかし、この時、半世紀後に、恐るべき真のバイオハザードが来るであろうことを、誰が想像したであろうか。50年後、人類は異常な危機に直面していた。謎の生命体、バイオロイドの出現である。国籍、目的、正体不明。盲国の新兵器か、外界からの侵略者か。彼らは冬になると現れ、人を殺害、密かに本人とすり替わり、社会に浸透している。人工の皮膚をまとい、汗をかき、血を流すこともできる。極めて有機的、かつ無機体そのもの。オリジナルとの見分けはほとんどつかない。彼らは人の体を奪い、すり替わることからスナッチャーと呼ばれた。ギリアン・シード、推定31歳。3年前、妻のジェミー・シードと共にシベリア中立領土より第17次シベリア探索隊によって保護され、現在まで記憶喪失中。以前の記憶は深い謎に包まれている。妻のジェミーとは2年前より別居中。軍での長期特殊訓練を経て、本日より
ジャンカーとしてネオコードシティに配属される。